総文みの理事本末は、明朝に作られた中国の記事本末体の歴史書で、宋代の事件を全109項目に分けて説明したものである。本書の編纂に関わった人間は数多く、氷陳う、ちんこし、ちんあさひ、ちんくにせん、りゅういわの6人を挙げることができる。しかし実質的には、氷の 創夫緑寺本末と陳古氏の創始時期をした時期に陳古2000が完成させたもので陳古2000の手による部分は全体の7割に及ぶ本書は同じ陳古2000の変著原式寺本末とともにかつては草原時代の研究に多く用いられた原告本は28巻109編本書は創代の重要事件を網羅し 創始理解の重要転席の一つに数えられてきた。しかし、秋尾の正当論の影響を受け、宋代の歴史の中に、両、金、元の事件を混ぜており、四個定様では、この点が批判されている。本書には原告十八巻本の他、原始記事本末、図鑑記事本末と、合告された十巻本、民末の長広氏の、論政を加えた百九巻本、長広氏の、 論成を省いた109巻本があるが、いずれも本文は同じものである。また1977年に、中華書局から公転本が発行された。また本書と、同時代を扱った、他の記事本末隊の歴史書に、幼中郎、俗史実願長編記事本末、法桃川、太平地赤頭類、李明館、俗史実願記事本末がある。ありがとうございます。